ょっと俺のなんか名シーンセレクションやろうぜ。今6点助けて、殺されるよ俺ここで、ここで俺殺されるんだよ絶対。俺はここで殺されるんだよ、殺されるんだよ。苦笑いだよ、助けてくれ。このままで俺が殺されるよ。やらなきゃやられるぞ。あらどうしてるのか、仕方じゃん。どうすんだこれ。このままお前じりじり回復させて6万になるぞ。6万なげなやらいけるまじゃん、なやら金やらガーサーだよ。俺バカじゃんマジで。おいやばいなちょっと。ゆうな、はい、ティーダ終わり。うめぇ。早くしないと、早くしないと俺が殺される。ここで出たのか、やばい、ここで出たのか、真の毒気に。俺子供ができたら言おう。父ちゃんな、ザナルカンド遺跡をな、 HP1470 で越した男だからよっつって自慢なんな。びっくりしてたよ、視聴者もって言うわ。視聴者がよ、びっくりしまってよっつってビビらせめ、クソガキ。どうせ俺の子供なんてバカだろ、ほんとに。すげえ、父ちゃんすげえみたいな、まあ、ぶん殴るべ、もう言ったら体罰しよう、ムカつくし、子供とか綺麗だからちょっとおかしくなってるね。もう学校の友達に自慢するだろうな。うちの父ちゃんよってザナルカ、あの真のよ体の中によ入っても HP1400 だったからよっつって自慢させよ。おいバッカ、お前トサカ切り取るぞお前。おい俺がよ笑ってるうちに倒せよバッカ。当たんねえ、超ムカつくんだ、当たんねえんだよな。輪っかにも当たんねえんだよなこれ。めっちゃムカついたわ。まあでも悪くね、髪型変えてきたからよ。なんだこいつ、髪型変えてきてるわよ。なんだよこれ、信じるしかねえんだよな今は。犬いも何しようかな。リグだ。マリカー何分これの。よくこんなゲーム今じゃ絶対できねえな。再生力はこうだよ。今日から2週間巡業に教会の、敵取り違うのか。もううちは敵取りいねえからな。え？グレイコジにリグだが右肘をひねりました。捻挫よかった。捻挫だったらいいや。超捻挫早すぎる。怪我してからの治り方が早すぎる。即座にマタケが右手首になりました。化け物、回復力が右だ。ディーグだ、弱すぎだ。ディーグだよ、くだらねえ。どんだけ怪我すんだお前ら。俺の育て方が悪かったのか。見てる分には面白いな。やりたくねえけど。全員死んでじゃねえかよ。マジで。すごい。え？なんでディクだ。なんで？ディクだ。早すぎる。17歳ってことだ。早すぎる別れ。説得したんだよそこで。この時は結構ニコ生ワッチャンと一緒にやってたな。今勝てますね。これ勝てんじゃねえかこれ。はい、これ。はいよ。そうださあ。いくぞちゃん。いくぞ。いくぞちゃん。これで終わりだ。
それマジでムカついたからな、俺。ここネタバレしたくなかったのに、俺よくロックマン見てみたいなこと言ってんじゃん。これ面白かったな、やってて面白かったな、すげえ。ぜひまだ見てない方は。かっこいいだろ、見ろこのボンバー。しかも毎回こいつは必ず巻き込まれるんだよ、被害者。長崎の人みたいな感じだな。魔法のメダルボンバーだ。爆裂が地面を走る魔法だぞ。でも魔法メーターに注意。ナチュラルに悪口言っちゃってるね、これ。本当だよ。普通に不謹慎じゃん。これいつの俺。これしかも夏じゃね？夏じゃない ?9 月28日か。松坂。松坂？振ってこうぜ。やめろお前、球を振る気がないんだったら野球をやめろ、そば屋でもやってくれ。ごめんなさい、悪口を言って謝るわ。ごめん、俺が悪かったよ今のは。すまん、俺が悪かった。素直だな。悪口を言った俺のせい。おい、よく覚えてんなこんなの。よく覚えてんな。ね、さて、フローラとビアンカさんのどちらと結婚したいかよく考えたかね。正直よく考えました。そうか、かなり悩んだであろうが両方と結婚するわけにはいかんからな。では約束通り結婚相手を選んでもらおう。フローラとビアンカさんのどちらか本当に好きな方にプロポーズするのだ。なるほどな。俺フローラすげえ好きなんだよ。まあ、お約束でちょっとルドマンに話しかけておくか。なんと、この私が好きと思うすか。それはいかん、もう一度考えてみなさい。あら、嫌ですよ、うんこさん。年寄りをからかわないでくださいな。本気だよ、ババア。俺は、ニコ生でも話したぜ。ストライクゾーンは49歳までだ、俺は。ババアよ。俺の子供を産まないか？お前のしおれたおっぱいで、吸わせてくれ。俺の息子に。どっちにしよう、俺。これ、真剣に悩んでたよ、ね。なんか一応、あれとか、パリー覚えそうな人形でちょっとみんなと話していくか。どうしよう、マジでこれ。どうしよう、これ。いいね。あら、何よ。私が女らしくないっていうの？でも、それでも私を選んでくる。おらぁ！何このさ、もう結婚決めた途端の後悔この。ありがとう、うんこ。また一緒に旅ができるね。ま、おめえはモンスター爺さんの性奴隷として生きてもらうけどな。よし、行くぜ。よし、決まったな。では早速式の準備だ。花嫁は私の別荘で着替えさせなさい。これ何年前？ 2 年前？連れてかれた。待ってください。私もお手、めちゃくちゃ、めちゃいい女じゃねえかよ、フローラ。本当だよな。ちょっと待ったって言ってくんねえかな、本当に。ビビンってモンスターコドラン。え、何このコドランプラスって、何このコドランプラスって、ニドランオスみたいな感じ。ちょっと捕まえよう。何これ。あ、死んでる感じね。なるほど。2だね、2だな。これイベントだと思っただろ。俺が演出してるからな、この歩き方。黙っちゃいねえんじゃねえのか、月9あたりが。うならせてるぞ今俺は。まさに月9をもうもう終わり。何この平凡な毎日。まあそうなんだな。多分ね、今これ同じゲームやったとしても同じこと言うと思う。んだこれ、やっぱりでも平凡な何もない日が訪れるっていいよなみたいなあるじゃん。毎回俺が平凡な毎日がもう明日が訪れるってことだけでさ、素晴らしいことなんだよ。あ、絶対言うわ。俺今でも言う自信がある。まあこんなところです。じゃあ皆さん、これからもうんこちゃんを応援しましょう。お疲れ様でした。